立ち位置やってみたいなって思うんですけど。しょうがない。1ページ目、このスナップリングってとこで、つまずいてるんです。それは受信機のカバーで2人。そうか。なんで笑ってるんですか。なんで笑ってるんですか。ここまで完成させたのに。これじゃあめくっただけじゃないですよ。めくって戻して何回も繰り返してるんですよ。錆びてんだよね。これ新車だよね。山本さんも山本マスさんも、早川明夫と対決をしたいと。多分これね、やらかしてくれたよ。説明書を見たと豪語しながら、皆さんちゃんと見たんですよ。ちゃんと確認しましょう。はい。おかしくなっちゃった気がする。はい、皆さん。困りましたね。ちょっと小野さん、せっかくいらっしゃったんで、はい、ちょっとこれってどのぐらいの力で締めたらいいのかをちょっと知りたくて。わかりました。はい。お、どっちだ？インフィニティチャンネルの人気コンテンツの空きゼロですよね、これ。そうですね。含めた？何これ？むしろ完璧？ああ、初めて言われた言葉ですね、これ。空きゼロをやってきて初めて言われた。むしろ完璧。完璧だと思う。ああ、よかったです。さあ、あともう少しで走行可能です。今日休みだよ。本当。お湯のように冷たい。え、何？何やるの？いいやつでお願いします。モナカイス。モナカイス。ああ、2個持ってた。あ、そうか。もう2個持ってた。2個なきゃダメなんですよ。これ何？おお、本当お菓子みたいな。え？お菓子みたいな。お菓子みたいでしょ。おーい、新品じゃん。あ、お料理いいタイヤなのかね。まあまあ。俺3人でそれ30だから。来ないじゃん。待ってた。おー、早いね。スケーター。おー、早そう。おー。やべ、諦めた。諦めた。すごいな、本当。あんまり普通走ると思わない。入った。結構走りづらかった。曲がった。タイヤが僕だろ。もちろん好きだもん。油が入る。油が入りますよ、ついに。これに。このバスタブに。テンション打ち壊れ。そこは変わんないですから。どうした？どうした？何？車庫。あ、車庫？落ちた？あ、あ、いやいや。あ、いい。へへ。いいよ、これでハンドル切って。もうちょっと行くかな。ちょっとなんか、おお、すごいサーブ本、くの字になるぐらいねじれてるけど大丈夫ですかこれ。あれ、これやばいかもしれない。あこれやばい、これ無理だよ、これサーブ本が、サーブ本が
もうすごい形になる。こうやって見てください、これ。向こう。これ大丈夫？よし、立て。自分で入れた方がいいか。前から巻き込む。そう。一周だったの。てかもう走る前からもう巻き込んでました。笑受けたね。ちょっと僕のヨナさんにステフナーついてないから巻き込むんだって言われて、でサハさんのボディ見たらしっかりステフナーついてて、ちょっとどんだけ違いがあるか、これで本当に巻き込まないのか、ちょっとやりたいと思う。女子の三浦さんを呼びましょう。これをね、ここに、はい、ここの最初のここってはまるから、はい、目安としてはここからこのぐらい出てるよって感じがします。はい、ほら、はい、もういきなり芝居にしました。カメラの前の皆さん、デビューですからね、緊張します。これはもしかしたら壊れたんではなく僕の創作ミスな可能性が大ですね。なんか制作ミスですかね。なんか足が取れました。アップライトだよ。本当だ。僕は多分ちょぽって、締め方が緩いんだね、やっぱ。なるいや、楽しかった。今日はいい日だ。立ち位置面白い。あ、面白かったです。なんか、でも、もう前頭よりもなんか下がビンビンです。そういうもんで、なんでしょうかね。やっと動きましたね。え、そして何が起きたの。なんかネジがスポッと入れたみたいな。
サビも抜けてるな。これ聞いてなかったんじゃない？締め忘れ。スタビがまず抜けて、ややこしいな。ああ、締め忘れ。完全に締め忘れ。締め忘れ。はい。なんで。熱っ。ああ、ホイールがガビガビだ。ここ締めれば治るってこと？じゃあ。I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect. Dead of the Dead の Expand だから。エンジンカーの走らせ方になってきた。I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. I know. I feel like you're あそこの脱出が遅いともここのから5までが遅くなっちゃうから圧倒的にいう車の特性ボディのダウンフォース系の感じがないとダメだからゆっくりだと全然曲がってこないからねですね、うん、いやよかったですありがとうございますじゃあまあこれで次は何をやるかなそうですねまたちょっと考えてはい、うん、まあエンジンを覚えなきゃいけないからねまあですねうんもうかけ方含めてはいまあまあこれはねまだあの借り物エンジンだから、はい、エンジンの鳴らしから含めてまたやっていこうはいありがとうございますじゃあお疲れ様でしたはいありがとうございます